ですけど、今日はみんなでこのビデオを作って先生に送りたいというふうに思います。先生にいろいろ教えてくれてありがとうございました。やりたいことがたくさんありますように。お仕事は順調に進みますように。ご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。先生の日おめでとうございます。にいろいろ教えてくれてありがとうございました。めでたことがたくさんありますように。お仕事は順調に進みますように。ご健康に。2日間ベトナムの先生の日なんですけど。有吗？先生こんにちは。